あの橋を越えろ。9月28日、ナジアル海戦がガリア軍の勝利に終わると、敗れた帝国軍はギロランダ世要塞へ撤退を開始した。ファウゼン陥落後の帝国軍がダルクス人を虐殺したこともあり、ガリア軍は撤退する帝国軍を追撃。略奪や虐殺を阻止するための小規模な戦いが続いた。状況を説明する。よく聞いてくれ。勝てる戦いだ。落ち着いて行動してくれ。絶対に負けない。焦りますよ。もうかりますか？参る。己の道をただ行くのみ。セットでこちらもいかが？熱！よくやった。負けてられないな。そこは必ず取り返すぞ。行動開始。敵発見。そこね。行動開始。当たって。やった。この調子で攻め上がるわよ。攻防開始です。倒しました。誰か。負けるもんか。発見しました。行きます。やったー。押されている。応援を頼む。発見しました。 ここは我慢。 行くぞ。捉えた。そこだ。捉えた。行くぞ。 捉えた。止める。他愛もない。目標敵は確認。 敵がいる。敵がいる。悪く思う。ちいいですね。なかなかやるってな。稼ぎますよ。この程度の戦い、負けるはずがない。警戒を厳にしてくれ。油断するなよ。開始します。そこやりました。目標敵の確認。この攻撃はどこから？いざ。気迫。敵を発見した。つまり成敗。まずい、拠点を取られたぞ。己の道をただ行くのみ。そこね、行ってみる？もう終わり？なかなかやるじゃないか。行動開始します。次は誰になるのかしらね。守備隊応答せよ。どうした。してあげる。そこね、ダメな男はどこかしら。盾になるものがほとんどないです。行動開始。さっさと穴から出てこい。当てる。いずれ向こうで会おう。行動を開始します。当たれ。蹴りますよ。当たれ。行動を開始します。当たれ。やりました。この調子で攻め上がるわよ。全員突入。キルラキラ。損傷警備です。出撃してあげる。私行きます。野菜万歳。くらえ。やったー。くそー。やったったおね。死にたくないです。助けて。行きます。行きます。倒しました。よくやった。負けられないな。行くわよ。そこだ。行くわよ。楽勝ね。今はチャンスだ。ずっと。 出撃します。調子がいいみたいです。俺のケツだけ見てついてこい。調子がいいみたいです。 行動開始。当てる。いずれ向こうで会おう。押されている。応援を頼む。あの練習に続け。敵発見。当たりませんよ。えい。行動開始します。 当たりませんよ。この距離なら外れっこない。いいぞ、もっといけ。参る。己の道をただ行くのみ。頼む、誰か来てくれ。ここはまずい。撤退だ。落ちした。もう一発。 警戒を手にしろ。さあ、いつでも来なさい。私の番ね。きてるわ。行ってみる？バイバイ。なんて腕前だ。私の番ね。当たって！力が湧いてきた。行動開始。そこね。撃破して。触れる。行動を開始します。そこやります。やった。反省点もあるが納得できる戦いだった。絶対に負けない。出番にはね、あの子を思い出すわ。今何か光ったか。くっと外したか。援助俺が行く。出撃してあげる。あの子を思い出すわ。いらっしゃい。ここは引き受けた。教育。もう終わり。やった。これで進める。ここが俺の死に場所か。訓練通りやればいいんだ。一時撤退する。そうか。あまり見ないでもらえるか。止める。この程度か。高い。狙われてるぞ。そこだ。そうか。あまり見ないでもらえるか。遅い。行きます。頑張ります。敵に抱き抜かれるな。後ろを取られた。いいぞ、もっと行け。独占するな。側面に回れ。いけるわよ。お肌の調子がいいみたい。行ってみる？準備できてるわ。ごめんね。もう終わり？どうしよう。どうしたんだ？行くわよ。どうすればいいの？相手じゃないわ。なんてやつらだ。了解だ。当たれ。やった。これくらいの傷なんて治っちゃうし。おい、まだか。料理の前に一仕事だ。食らえ。料理の前に一仕事だ。食らえ。いっちゃう。もうひと頑張りだな。いざ。お願い、一緒に来て。己の道をただ行くのみ。生きてきた。まだ撃つなよ。参る。成敗。この調子で攻め上がるわよ。出撃しますわ。敵はどこにいるかわからないよ。軽くひねってやるよ。行くぞ。みんなどこ行ったの？当たれ！やった！これくらいの傷なんて治っちゃうし。敵の後ろに回り込め。今のはやばかったぜ。行くぞ。ないとわかんない。敵の本国は私行きます。新人パワーくらえ。私行きます。行きます。倒しました。へえ、やるね。なんか訓練と全然違うの。ここは慎重に行きましょう。任せろ。おら！敵撃破。わからねえ。出番のよね。あの子を思い出すわ。切るんだ。チャンスだ。もう終わり。目標撃破確認。俺たちだけ突出していないか。右翼から攻撃する。援護してくれ。出撃してあげる。話にならないわ。敵は病院を逃がさないで。警戒せよ。現状維持を最優先。見つけたぞ。当たれ。 敵撃破。向こうにもあんなやつがいたとは。参る。己の道をただ行くのみ。 敵兵の注意を引きつけておいて。成敗。いい流れだ。気が満ちてきた。 勝利、当然の結果でしかない。アルフォンスさん、偵察から戻ってきませんね。偵察ってのは速さも大事だけど正確さが一番なんだよ。偵察より報告。帝国軍に追われた敗走中のガリア軍部隊が橋を渡ってそっちへ行く。出会わないように注意してくれ。ガリア軍？帝国軍じゃないのか？ ひとまず交代して様子を見よう。 見てな、そろそろ来るぞ。ダメですよアルフォンスさん、隠れて隠れて。よし、我が隊は全員橋を渡り終えたな。では橋を上げろ。帝国軍の追撃を断つんだ。しかしまだ別の隊が向こうに残っていますが。奴らはすでに帝国軍に追いつかれている。待っていたら帝国軍まで来てしまうではないか。さっさと橋を上げろ。しかしこれは命令だ。橋を上げて撤退する。これでいい。撤退だ。あいつら橋を上げて逃げていったぞ。おかしいな。正規軍の部隊はもっといたはずだが。見て、橋の向こうに友軍が取り残されてるわ。おい、橋が上がっているぞ。帝国軍が来る。早く橋を下ろせ。ダメだ、帝国軍に追いつかれる。逃げるのが先だ。いたぞ、ガリアの野郎どもを生かして返すな。どうやらこの一帯はしばらくこちらの勢力範囲にできそうだな。ダハウ隊にいい報告ができそうです。カラミティまでやがる。クルト、橋を下ろして。待てレイラ、対岸は敵だらけだぞ。橋を下ろしたって渡れない。でもいいんですか、それで。何もしなかったらあの時と同じですよ。それじゃ意味がないのよ。今だからできることがあるでしょう。だがこの橋を渡るのは俺たちには無理だ。リエラ。はい。俺はずっと考えてきた、君の持つ力の意味を。バルキュリアの力は危険だ。使えば君を苦しめることも知っている。でも俺は今、彼らを救わなければ後悔すると思う。わかるよクルト。私たちは今きっと同じことを考えてる。恐れも苦しみも俺は君の全てを背負う。だからリエラ、不可能を可能にする力を俺に貸してくれ。橋を下ろせ。これより対岸の敵部隊に突撃する。クルト。うん？信じてる。俺もだ。一気に行くわ。続いて行くぞ。みんな遅れるな。おう、絶対助けてやるぜ。見殺しなんて二度としないわよ。止めるやつはいねえんだ。やってやる。もうあんな悲しい思いはしたくないです。恐れはしない。こんなの怖くない。バルキュリアだぞ。撃て、あれを止めろ。無理です、突っ込んできます。化け物だ、逃げろ。頭数がいてもこのざまか。各員迎撃するぞ。あれは無制限に使えるものじゃない。どいて、手加減なんてできないわよ。負けるわけにはいかない。これが俺たちの戦いだ。行くぞ。参る。己の道をただ行くのみ。離れずに行くわよ。気が満ちてきた。行くわよ。あなたとは家柄が違うの。これ以上は近づけねえ。そこよ。楽勝ね。敵の抵抗線を突破した。問題あるわけがない。逃げ道はない。これがバールの力だ。今がチャンスだ。続くぞ。キレる援軍はまだか。出番ないわね。確実にしろ。教育。もう終わり。助かった。ありがとう。出撃してあげる。よし、次の目標に移るぞ。行くぞ。後ろにも敵が。行動を開始します。私の番ね。発見したわ。くっ消える。行くわよ。行動開始。当たって撃破したわ。やりやがったな。点を取られたぞ。やってやろうかね。これでどうだい。恨むんじゃないよ。やった、これで進める。行動開始。大丈夫、行けます。動くな。いずれ向こうで会おう。味方がやられた。お前ら気をつけろ。出撃します。調子がいいみたいです。当てる。いずれ向こうで会おう。敵は病院を逃がさないで。開始します。敵発見。見えました。負けてられないな。行くぞ。ここは慎重に行きましょう。了解だ。当たれ。やった。これくらいの傷なんて治っちゃうし。うん、絶好調。の戦い、負けるわけにはいかん。 行くぞー。行くわよ。どうすればいいの？そこよ。行動開始します。やれるや。 そこよ。行くわよ。楽勝ね。負けるはずないでしょ。 してあげる。そこね。体勢を整えろ。一気に行くぞ。痛みって気持ちいいでしょ。 ってきたわ。緊急要請、負傷者のケアを急げ。 してあげる。見つけたわよ。この私がいざ。今何か光ったか。 己の道をただ行くのみ。次は誰になるのかしら。気迫。地球に勝つあり。衛星兵殿、こちらへ。慌てるんじゃない。します。そこ。気持ちいいですね。稼ぎますよ。 やりました。急要請、敵の情報を回せ。あるだけ全部だ。出撃します。調子がいいみたいです。調子がいいみたいです。いずれ向こうで会おう。この調子で攻め上がるわよ。出撃します。動くな。やるときはやりますよ。まだ僕は戦える。当てる。出撃します。負けられませんね。戦争が終われば平和になります。当てる。まだ僕は戦える。大丈夫、いけます。当てる。敵撃破。なんてやつらだ。いよいよか。ごめんなさい。ベッドの上で死にたくない。します。当たりませんよ。それ撃破です。敵は病院200まで発見しました。行きます。撃破です。リエラ、ありがとう。この勝利を俺は決して忘れない。ダメか、クソ。帝国軍がもう少しまともに働けば撤退するぞ。はあ、しかし混乱した帝国軍部隊を放置するのですか？何？我々の任務は撤退する帝国軍部隊の援護だったはずでは。ガリア軍を深追いした彼らの自業自得だ。放っておけばいい。戦線を離脱する。帝国軍部隊を盾にして追撃されない位置を取れ。はっ。カラミティが撤退していくぞ。おお、帝国軍を弾よけに利用するとはグスルグもやってくれるね。友軍はどうなってもいいってのか。グスルグさんはそういうの嫌いだったはずなのに。帝国の人間を友軍だと思えないのさ。立場上はそうだとしてもな。憎んでるってことですか？当然だろう。帝国の奴らを助けてもあいつらは絶対にダルクス人を助けないんだからな。もし前に俺たちが橋で見殺しにした避難民がダルクス人じゃなかったら、あの時グスルグはどういう態度だったろうな。楽しくない想像ね。らしくないわよ。すまない。少し悲しくなってね。リエラ、クルト、私なんとかやれたよね。よくやってくれた。本当にごめん。ちょっと力が抜けちゃって膝が震えてるよ。救護テントへ行って処置をしよう。熱を冷まさないといけない。あ、でももうしばらくクルトのそばにいたい。じゃあ熱だけ俺が調べる。いいか？うん、お願い。クルト、まさかお前に助けられるとは思わなかったよ。ああ、君はネームレスに落ちたお前を見下し殴った俺を助けたこと後悔しただろ。後悔なんてしていない。君は敵ではなく味方だ。助けるのは当然だろう。俺が憎くないのか？相変わらずお前の考え方はよくわからないよ。だがこれだけはわかる。お前は命の恩人だ。これまでのことは全面的に謝る。そして感謝させてくれ。過去のことなんて忘れた。あれからいろいろありすぎてな。やっぱりお前はすごいやつだよ。かなわないぜ。よく我々の居場所が分かったものだ。私も諜報部員ですので。アントホルトでは世話になった。それで要件は？至急謹慎中の九郎中佐の邸宅に向かっていただきたい。中佐の？どういう理由で？私には知らされておりません。中佐からお聞きください。こう申し上げればお察しいただけますね。了解した。明朝九郎中佐の邸宅へ向かう。中佐を頼みます。分かった。ギルラン大予要塞へ下がる帝国軍を追撃し、ガリア軍は被害の低減に努めた。その結果、ファウゼン奪還後のような土地住民への被害を抑えることに成功。帝国軍はギルラン大予要塞に押し込まれ、ガリア軍の優勢は決定的となる。しかし難攻不落の要塞を攻め落とすことは容易なことではなかった。一方ネームレスは過去の苦い経験を超え、より強い部隊へと成長していく。そして彼らはこの局面で予期せぬ役割を果たすことになるのだった。